コボコにされてえのか。頭かち割るぞ。手加減しねえぜ。俺の番だな。ハッキー。横に移動します。よく狙ってください。どこを狙うかが目に移動します。うまく狙えましたか。移動で動きます。おめでとうございます。よく狙ってください。次はどこを、ね、移動します。うまく狙えましたか。移動で動きます。よく狙ってください。次はどこを、ね、移動します。うまく狙えましたか。自動で動きます。また遊んでくださいね。よし。例の裏ビデオ屋は今日兄貴がきちっと締めました。あれだけやられりゃもう勝手な商売はしないっす。でそいつからいくら取れたんだ。それはビデオ屋から取り上げた金は高校生に返しました。裏ビデオっつっても偽物だったんで。そうか。なら切り取りの方は。はい、そっちはバッチリっす。頭の命令通り財布を取り上げてきました。利息分も含めて全額入ってます。珍しく上出来じゃねえか。なんて言うわけねえだろ。この帯封は若が使ってる銀行のもんだ。おい、イチ、若とどこに行ってた。ただの買い物っすよ。それは若からいただいたんすよ。いただいただと。てめえがせびったんじゃねえのか。しのぎあげれねえからってせがいことしてんじゃねえよ。そんなことしねえっすよ。俺だってそんくらいのプライドはあります。よっ。組に金も納めねえで何がプライドだ。なんだその目は。
痛くもかゆくもねえってか。それじゃあけじめにならねえ。てめえもヤクザの端くれならけじめのつけ方ぐらい知ってんだろ。おい、道具持ってこい。やれよ。どうした、ヤクザのくせにやり方知らねえのか。なら教えてやるよ。うまいこと関節に入りゃすっと落ちる。そんなことは稀だがな。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。おい、イチ、ちょっとつらかせ。はい。助かりました、おやさん。もう少しうまくやれねえのか、ジョートは。頭は俺が嫌いでしょうがないんすよ。俺はしのぎでからっきしですから。ジョーの気持ちも少しは分かってやれ。組の金庫番としてそれなりに苦労してんだ。それは分かってるんすけど、頭の言う任侠ってのは俺の考えとはどうも違うような気がして。俺の場合は金よりももっと義理人情っつうか。人それぞれ考え方は違っていいのさ。それが荒川組のパーティーってもんだ。パーティー。お前ゲーム好きだったろ。あれで考えてみろ。必ず一つの組織ってのには個々の役割ってのがある。お前みたいに後先考えねえで前に突き進むやつがいて、フォローしてくれるミスがいて、たるんだ空気を引き締める沢城がいる。そうやって組織ってのは回るんだ。なるほど。じゃあおやさんは王様っすね。王様か。まあどちらにしても俺にとっちゃみんな可愛い息子だ。そういや今日はマサトの面倒を見てくれたんだろ。はい。すまねえな、家のことまでお前らの助けを借りて。どうだ、あいつ元気にしてたか。ええ、そいつはよかった。最近は俺の電話にも出やしなくてな。組じゃ王様でも家庭じゃ裸の王様ってところだな。さて、じゃあ20世紀を締める飯を食いに行くか。な、一番。ういっす。どいつもこいつもイチャイチャしてますね。お前、女の方どうなんだ。いません。俺は女にはからっきしで。チッ、しけた声だじゃって。そりゃおやっさんはモテたでしょうけど。てめえ、イチ、何舐めた口聞いてある。いや、過去形で言うな。今も現役でモテてんだろうが。でもな、俺もこいつとなら正体持ってもいいと思った女は今までに一人だけだ。え、マサトの母親だよ。ああ、まだお前には詳しく話したことはなかったっけな。ええ、もうお亡くなりだとは。一応
24年前のちょうど今日、大晦日だった。俺は氷川興産って組の下っ端でよ、そこの組長から娘をもらってくれねえかと言われてた。それが若のおふくろさんすか。慌てんな、俺が心底惚れてたのは別の女だ。あかねえと言った。え、でもそれじゃ組長のお嬢の方は適当に返事はぐらかしてりゃそのうち立ち消えになると高く食ってた。だから茜とは隠れて付き合ってたよ。あれは子供ができたって言ってくるまではな、どなりゃお嬢か茜かどっちと一緒になるか考えるまでもね。ただ茜と子供のことを組長に蹴り出すきっかけは見つけられなかった。でようやく腹決めたのはもういつ生まれてもおかしくねえって時期よ。俺には決めた女がいる。組長に頭下げてそう言った。ただじゃ済まなかったですよね。散々袋叩きにされて年を越した頃には半殺し。それだけで済めよかったんだがな。組長は茜と腹の中の子供まで殺せと組の門に命じたんだ。そんな、いくらなんでもそこまで。ああさすがに俺も耳を疑ったわよ。組長はマジだった。あそこの組じゃ殺した人間をしたいことを始末しちまうこともあった。組長のメンツ潰した俺らもその標的にされたわけだ。そっからはどうやってその場を切り抜けたのか。俺はとにかく死に物狂いで逃げ出した。向こうも俺を半殺しにしたと思って油断してたんだろう。その時茜はもう産気づいてて病院に行ってた。俺は電話をかけてすぐにその場を離れるように言った。組の門が病院に差し向けられてたからな。そして町を出ようとこの店で落ち合うことにしてた。喫茶アルプスな。だが何時間経っても彼女は来なかった。連中に捕まっちまったのかと思った時、俺宛に電話がかかってきた。茜か。お前何してんだ。てっきり奴らに捕まったかと。赤ちゃん生まれたの。え、私たちの赤ちゃん。おでもすぐそこにも奴らが来て、分かった。今どこだ。すぐ迎えに行く。新宿駅のコインロッカーのとこ。よし、そこで目立たないようにしてろ。まずい、ダメ、奴らが来た、どうしよう。茜、連中は赤ん坊を抱えた女を探してる。赤ん坊をロッカーに隠して目立たないようにそこを離れろ。大丈夫だ。赤ん坊は俺がすぐ取りに行く。お前は安全な場所に着いたらアルプスのマスターに居所を伝えてくれ。急げ、赤ん坊をロッカーに。分かった、この子お願い。赤坊、おい、いたぞ、女だ、行け行け行け。おい赤坊、女、くそ、どこ行った。おい、早く探せ。
待ってろ、待っててくれよ。何なのあれ、マジでやべえよ。ラッキー、入ってくれ。警察に通報する。大丈夫かよ、しっかりしてろ。どけ。赤ん坊を抱えて俺は病院に駆け込んだ。するとマザトを見てくれた医者は低体温症による多臓器不全だと。若の病気はその時から。あの日は寒い夜だった。ナト君、いや一分でも早く俺が抱きしめてれば後遺症を免れた可能性があったらしい。おやっさんのせいじゃないっすよ。だってそんなの仕方なかったじゃないですか。イチ、マザトのことをお前にも苦労かけるな。苦労だなんて、そんな。結局アカネとはそれぎりだった。あいつは馴染みのスナックに逃げ込んだが、そこにも手が回ってた。氷川興産に連れ去られて殺された。俺が赤ん坊を病院に運び込んでた頃にな。氷川興産の組長と組員の何人かはそれから何日も死ねうちにこの町から消えた。組は潰れたよ。それってもしかして大家さんが。いえ、何でもありません。長話に付き合わせてしまったな。だがお前にはいずれ話しとこうと思ってた。当世のとはいえ、お前も俺の息子だ。そんな、俺なんか。しけた話はこれまでだ。さあ、とっとと飯を食いに行くぞ。腹ペコだ。へい。せっかく一から王様の称号を授かったことだ。今夜は中華の王様でも言うか。中華料理の王様。あ、餃子っすか。中華の王様といえば北京ダックだ。北京ダック、北京ダックってアヒルでしたっけ。うん、釜の中でアヒルを丸焼きにするんだ。焦がさねえように慎重にな。食うのはパリッパリに焼けた皮の部分だけだ。飴色になった皮を削いで薬味と一緒に生地に巻いて食う。すると皮の香ばしい匂いと甘辛いタレが口いっぱいに広がる。うまそうっすね。中国でも昔は宮廷でしか食えなかったって料理だ。そりゃ中華の王様で間違いないっすよ。よし、じゃあカムロ町で北京ダックが食える店を探さねえとな。うっす、
絶対見つけてみせますよ。マジかよ。おい、誰かいねえのか。壊せろよ、敵タスク。まさよ、一番。あとちょっとで新年を迎えようって時間だ。従業員だって家で年越ししてえだろ。でも、食いたかったっすよ。また連れてきてやるよ。約束だ。あざす。待ってろよ、北京だ。いい年越ししろよ、ご両に。一番、前から言ってんだろ。すみません。外でヘラヘラ笑うのはやめろ。極道が歯見せで笑うのは。家族の前か、相当やべえ時だけですよね。ああ、ヤクザは顔で生きてんだ。おっす。北京ダックはお預けってことで、いつものおでん屋にでも行くか。おっす。どうした、イチ。袖でも漏れそうなのか。うるせえ。イチ、たまには家の手伝いしてんのか。いや、最近は全く。大切にしろよ。自分が生まれ育った場所なんだ。こんなとこで生まれ育ったっつうのも特殊すぎて。どんな形であれ家は家だ。亡くなっちまえば二度と帰れねえんだぞ。23年前の1月1日、俺はこのソープランドの浴室で生まれたらしい。ソープ場だったおふくろは出産直後に俺を置いて消えた。てな話はだいぶ後になって父ちゃんから聞いた。父ちゃんって言っても血のつながりはねえ。俺を引き取ってくれたソープの店長だ。実の父親については一切聞かされてねえが、どうせ行きずりの客だろう。一番見てくれ。ほらおいで一番。待って、私が抱っこする。俺はこの町の奴らに育てられた。
世間じゃクズって呼ばれてるような連中は俺の親代わりでして。じゃあ俺もそのクズも一人ってわけか。親さんは違います。親さんは俺にとっての憧れ、いや神様みたいなもんす。今度は王様じゃなくて神様か。荒川の親さんと出会ったのは俺が中学を出た頃だった。育ての父ちゃんが死んで以来、俺は高校にも行かず、あてもなく生きてた。金のために誰かで構わず喧嘩ふっかける毎日。そんなどうしようもねえバカには天罰ってのが下る。その日、俺が半殺しにした相手はヤクザだったんだ。俺はヤクザの事務所に監禁され、返しと呼ばれる強烈な復讐を食らった。このままじゃ殺される。俺は助かりたい一心でその名前を口にした。荒川組。ああ、荒川組、俺を殺したらあの荒川が黙ってねえぞ。当時荒川組といえば殺しの荒川組で鳴らす武闘派組織だ。ヤクザに興味のねえ俺でさえ耳にしたことのある名前だ。それをちらつかせればこいつらビビって俺を殺せないはず。お前荒川んとこのもんなのか。俺の浅はかな考えは裏目に出た。よりによってこいつらは荒川組と島争いの真っ最中だった。おたくんとこのガキがうちの組員を半殺しにしてくれてな。春日一番ってガキだ、今うちで柄を押さえてる。返して押しけりゃ荒川の組長が直々に取りに来い。会ったこともねえ荒川なんて男が見ず知らずの俺を助けに来るわけがねえ。もうやっちまいませんか兄貴。そんなガキ一人のために荒川が出張っちゃきませんよ。殺しの荒川は身内にも冷酷ってわけか。待たせたな、ガキ相手に本気になるクソヤクザども。世話になったっていううちのガキどこだ。荒川さんよ、おめえんとこのこいつがうちの組員を半殺しにしてくれてな、どうけじめつけるってんだ。そうか、じゃあ指一本でどうだ。それでこいつを返してもらう。文句ねえだろ。借りるぜ。帰るぞクソガキ。あのああ、助けてもらってありがとう。これかな。礼なんていらねえよ。お前のために指を落としたわけじゃねえんだ。ヤクザってのはよ、顔と看板で商売してんだ。それが何より大事なんだ。あの場でお前を返してくださいなんて頭を下げちまったらどうなる。荒川組の看板が下がっちまう。ヤクザは一度でも弱いとこ見せたらしまいだ。あの場でけじめつけるにはこうする方がなかったってだけだ。
でも俺のことなんか知らないって放っておいたもん。どうして？さあな、俺を知ってたガキの前でカッコつけたかっただけかもな。その瞬間、俺の人生はこの人に向けて伸びる、まっすぐな道になった。お疲れ様です、組長。またてめえか。何度言ったら分かるんだ。ガキにやる杯はねえんだよ。構うな、ジョー。それでも俺、杯をもらうために事務所の前に立ち続けた。雨の日も、炎天下の中も。お疲れ様です、組長。誰こいつ、親父の知り合い。マサト、先に上がってなさい。ヤクザなんかになろうとするんじゃねえ。お前の父ちゃんと母ちゃんが泣くだけだ。俺には親父とお袋もいません。育ててくれた養父は去年死にました。100日目のことだった。いやあ、そこのおでんはやっぱりうまいっすね。本当にごちそうさまでした、おやすん。おう。もうすぐカウントダウンっすね。ちょっとやめてください。大晦日に一人で来るなんてナンパされに来てんでる。違います。お高く泊まってないで俺らと遊ぼうや。クズを掃除するのも俺たちクズの役割だな。おい、お前ら、20世紀も終わりになるってのに病院で年明けするの嫌だろう。このおじさんにぶん殴られる前にこっから消えるんだな。ああ、なんだおっさん、邪魔すんじゃねえよ。誰だあんた。登場会荒川組だ。おめえら酔っ払った勢いで女に絡んでんじゃねえ。とっとと家に帰ってジャーの彼でも聞くんだな。はあ、おたくらヤクザか。おいおい、ヤクザだってよ。確かにパンチかけてるこいつ。マフィア映画のキャラみたいな格好しやがって。コスプレしてんのが。てめえ、ふざけた口聞いてんじゃねえぞ。おやさん、ここは俺に任せてください。お前の喧嘩よりも数年ぶりだな。前より強くなったらといいが。面白い。やっちまおうぜ。別にしやれ。手加減しねえぜ。よし、行くぞ。見せてやるよ。こっちを。
よし、行くぞ。バッチリだぜ、こいつら。さっさとかかってこいよ。んだってめえ、頭きた。問題なしだ。なんだこのおっさん。化け物だ。大丈夫かい姉ちゃん。おい、おやつさんにお礼ぐらい。これでいいのさ。俺たちはヤクザだ。そのこと忘れんな、イチ。はい。さてと、じゃあまた明日な。21世紀になってもちゃんと組に顔出せよ。はい、おやつさんも良いお年を。おう。けな。よっしゃ、もう一杯だけいっちゃうか。もしもし。お兄さん、起きて。お兄さん。やべ、寝ちまった。危ないよ、こんなとこで寝ちゃ。ちょっと身分証を見せてくれるかな。身分証？正月早々物騒な事件があってね。免許証ある？ない。財布がない。はあ、言わんこっちゃない。こんなとこで寝るからだよ。どうする？盗難届出す？今交番忙しいから署まで行ってもらうよ。明けましておめでとうございます、おやつさん。朝早くに済まねえな、いき。ねえ、バリバリ起きてました。今なら事務所に顔出せるか。わかりました、初詣ですか。いや、とにかく事務所に来い。あまり目立たないようにな。はい、わかりました。ちょっと待て、お前どこの組のもんだ。どこって？荒川組だけど。てめえ、よくもやりやがったな。はあ、何のことだ。おめえこそ何者だよ。榊組に決まってるじゃねえか。ラーメンと痛い目見るぞ。やってやるぜ。よし、行くぞ。見せてやるよ、こっちで起きな。行くぞ。ほら、行くぞ。くらえ。立て直さねえと。
見せてやるよ。とっておけ。なめんなよ。これで。ちょっとしんどいな。ほら来い。見せてやるよ。とっておけ。くらえ。あいあいもう行くぞ。立て直さねえと。見せてやるよ。とっておけ。ほら。ちょっとしんどいな。強くなった気がするぜ。くっそ、覚えてやがれ。何だったんだ。まあ榊組って言ったら荒川組といざこざの絶えねえ組だしな。おっと、早いとこ事務所に行かねえと。